米大リーグメッツナショナルズ、18日、米ニューヨーク州ニューヨークシティフィールド、メッツが18日、日本時間19日、本拠のナショナルズ戦の4回に打者一巡の猛攻を見せ、9点を先取した。無視1、2塁からテイラーが適時2塁打、ビエントスが中前2点適時打で続いた。なお一視1、1、2塁でアクーニャが左前適時打、イグレシアスが右前打で続き、 先発ハーツを KO。なお一死満塁からマルテが、二番手 J バーンズから敵時だ。ニモが20号スリーランと畳みかけ、この回だけで9点を挙げた。メッツはワイルドカードでのポストシーズン出場を、同地区のブレーブスと争っている。もしこの日ナショナルズに敗れ、ブレーブスも敗れてドジャースが勝利した場合、ドジャースのポストシーズン進出が確定する。